The Strategy Acura。スピード and power。 双方とも最もバランスの取れたアキラは接近戦でもまた間合いを取った戦いでもその力を発揮する。接近戦では鉄山高、イモン長中、連環隊などの攻撃により一瞬にして相手を倒すことが可能であり、間合いを取った場合は猛虎高破山のカウンター攻撃により大きなダメージを与えることが可能である。八極拳の使い手アキラでプレイする場合は相手との間合い、相手の攻撃パターンによりパンチ系かキック系の攻撃を組み立てることが重要である。技を繰り出す連続性、技を繰り出すタイミング、これを十分得得するよう心がけてもらいたい。他を寄せ付けないスピードとさまざまな技のバリエーションを兼ね備えているのが影である。中間間合いにおいて瞬時にヒットする水車蹴り、密着した状態で相手を倒しながら足を払う影霞、相手の懐に飛び込むと同時に高く投げ上げて連続攻撃を繰り出す五円楽、離れた間合いから回転しながら蹴りを繰り出す回転実利脚など、あらゆる状況に対応できる卓越した力がある。柔術の使い手影でプレーする場合は相手との間合いおよび攻撃のパターンに対応した技の選択による積極的な攻撃が重要となる。それぞれの技を出すタイミングと間合いを十分得得してもらいたい。投げの間合いとスピードにおいて卓越した力を持つのがウルフである。パンチやキックは劣るものの、投げ技に持ち込む素早さは群を抜いている。パンチやキックの先制攻撃よりもガードを十分得得するとともに、相手の攻撃をかわしたタイミングからボディスラムやブレインバスターなどの投げ技が有効である。またカウンター攻撃としては相手の起き上がりなどのタイミングにヒットするアックスラリアットが有効だ。プロレスラーウルフでプレーする場合は、相手の攻撃をブロックしながら大技のミスを誘い、一挙に投げ技に持ち込むタイミングをつかむことが重要である。投げ技を繰り出すタイミングを得得してもらいたい。
相手の力を利用した返し技を得意とするパイは、そのスピードにおいても卓越した力を兼ね備えている。特にパイの場合は接近戦から相手の足を払う遠戦衆、相手の首を抱えて頭から叩きつける天地倒落、また相手のパンチ攻撃を受けるとともに後ろにひねりながら投げる遠戦配流などの返し技を用いることで、その攻撃力の弱さを十分にカバーしている。遠征剣の使い手パイをプレイする場合は、相手の攻撃に素早く反応した返し技の反撃、またパンチとキックのコンビネーションによる間合いの詰め方が重要である。技を繰り出すタイミングを十分に得得するよう心がけてもらいたい。スピードとリーチを生かした攻撃を得意とするジャッキーは、間合いを取った戦いにおいてその実力を発揮する。相手と一定の距離を置いた状態からカウンター攻撃として有効なスピンキック、間合いを瞬時にして詰めることが可能なバックナックル、通常の投げ技の間合いの外から相手を倒すことが可能なネックブリカードロップなど、距離を置いたポジションから素早い攻撃を決めることができるのである。石鹸道の使い手ジャッキーをプレイする場合は、距離を置いた状態から長いリーチを生かしたパンチ系によるスピーディーな攻撃を仕掛けることが重要となる。間合いの取り方、技を仕掛けるタイミングを十分得得してもらいたい。Jeffrey。大技攻撃を主体とするジェフリー、そのスローなスピードを補うに十分値する一撃必殺の破壊力を兼ね備えている。攻撃スピードでは他の選手には及ばないが、相手の攻撃をブロックしたタイミングから繰り出すバックフリップやパワーボムなどの投げ技は大きなダメージを与えることが可能だ。また相手のブロックを力で跳ね飛ばすパンチやキック攻撃の連続技は、先制攻撃時や相手を追い込んだ時に特に有効である。パンクラチオンの使い手ジェフリーでプレーする場合は、重量攻撃により相手をリングサイドに追い込むとともに、大技を繰り出すチャンスを見逃さないことが重要だ。大技を仕掛けるタイミングを十分得得してもらいたい。
サラ。ジャッキーと同じ石鹸道を操るサラは足の長さを生かしたキック系の技とジャッキーに勝るとも劣らないスピード攻撃が有効だ。相手の攻撃の射程外でも決まることが可能なダッシュニーを中心に、瞬時に懐に飛び込むことが可能なライジングニー、エルボーとニーを連続して相手に叩き込むことが可能なダブルジョイントバックなど、蹴り技の多様さを生かした連続攻撃が有効である。石鹸道の使い手サラをプレイする場合は、距離を置いた状態から長いリーチを生かしたキック系によるスピーディーな先制攻撃を仕掛けることが重要となる。キック系連続攻撃の組み立て方を中心に十分得得してもらいたい。投げ技、蹴り技のバリエーションとスピードのバランスが調和されているのがラオ。特に接近戦での戦いにおいてその進化は発揮される。近い間合いから相手を瞬時にして倒すことが可能な旋風が、相手の喉を掴んで後頭部ごと叩きつける天津派交渉など、接近戦から繰り出される攻撃バリエーションは相手にガードする隙を与えない。コエン剣の使い手ラウをプレイする場合は、接近戦における多彩な技の選択を瞬時に行うことが重要である。相手の状態に応じた技の組み立てを十分得得してもらいたい。
来てるキャラクターと一緒に年を取っていきたいと思います。Complete battle.
Thank you.